エーペックスレジェンズへようこそ。私はブロスフーンダル、ブラッドハウンドと呼べ。というわけで、配信とか初めてなので慣れないことも多いと思うのですが、エーペックスをやっていきたいと思っています。よろしくお願いします。まあ私、ブロスフーンダルね、主審が眼力を与えてるので、エイペックスレジェンズ配信でやっても、全然うまくできるかなって思ってるんですけど。パスファインダーと、レイス。まあじゃあクリプトで。主審に祝福されてるチャンピオンがいるようだが、私が神に祝福されしジャンプマスター、この辺りとかどう？このパーティーはなかなか静かなパーティーだな。あ、ポップアップ、どうしよう、ウィングマンがあるぞ。違う。クリプト、私の言うことを聞けよ。R99 あるじゃんね。これもらっとこ。めちゃくちゃいいアタッチメントを押してる。これは神々に祝福されし、アタッチメント。よし。ボディシールドを発見。レベル2だ。欲しい。それ。それ欲しい。めちゃくちゃ欲しいんだけど。もらっちゃおう。ちなみに分かっている人間も多いと思うが、一切プレイに頭は働かせていない。これは必然。神によって定められた必然。自然の巡りによって生まれた定め。ここで主神が眼力を与えたね。3人にヒットして2人は白アーマーのようだな。全然当たらないんだけど、他部隊から、これは他部隊からも撃たれてるやん。普段仲のいい家にも当たるんですか？でもやっぱり、ライフラインとかかな？ライフラインとかとは、結構、ブロス踏んだらご飯やん。気に入らないレジェンドは誰ですか？気に入らないというほどではないが、やはり、レブナント。レブナントは他のレジェンドとあまり仲が良くないようだな。力を合わせれば勝利に恵まれる。力を合わせれば勝利に恵まれる。これ使いやすいね。今回のチャンピオンを紹介します。このライフライン。戦いの場は私が決める。ごめん、調子に乗った。これはライフラインにジャンプマスターを任せよう。いい着地点になりそう。私が戦いの場を決めるのは少しさすがにやりすぎな気がするから。ライフラインに任せよう。ここで自然の力を召喚。ここからも撃たれている。
あまり前に詰めると漁夫られる可能性があるから、この辺りから撃っておきたいところ。一人ダウンしているな。キンアーマー、あれは欲しい。少し前に出てスキャンを使う。上から一人来ているな。せめて軸ライフを落としたいところ。アーマーは割っている。もう少し前に出よう。ここでマスティフ、ここでマスティフがもらえるのはありがたい。込むのは少し難しいか。この辺りに今のダウンするか。少し下がって起こすこともできるかと思うが、あのバンガロールは前線で戦う意志がある。神々に己の力を示すのだ。これはバンガロールに激励を送ろう。ライフラインから起こすのはいい選択。ライフラインが金バックパックを持っているのは嬉しい。あっちに敵だ。分かった。上から撃ち下ろされているが、向かって大丈夫か。そこに3人。主神が眼力を与えたもん。上から攻めるのがいいだろう。私も賛成だ。スモークを焚いたらそれに合わせて主神の眼力を。キングオックさえ倒せばこのパーティーが全滅じゃないか。別のやつのヒール。これはガスが巻かれている。全く当たらない。モリジルドを取っておこう。これは神に祝福されし無視。もう一人ダウン。ただ先ほどのものとは別のパーティー。私はドローンが欲しいところ。起こしている音がする。これはダウンしているもの。そこにいるんだ。こちらはエリア外。どうせここに来ざるを得ない。待って、シールドをリチャージする。肉で来るか、徒歩で来るか、ポータルを使うか、そのどちらか。残り1分、リングは近い。徒歩で来る。ナイス。の力を信じろ。周囲環境をマーク中。嘘つき。周囲環境をマーク中。敵の検知はないようだ。やはり敵の数は少ないと思って。いい。撃ってるわ。上か。あっちに標的だ。分かった。ここまで詰めて、やはり一人なので。どうせ相手はエリア外だ。
詰めてこなければならない。リング閉鎖中。そこを狙おう。さあ、どう詰めてくる。ジャンパッドを使っているな。よし、私が仕留めた。これはグッドゲーム。主審に称えられし試合。チャンピオンとなりました。ダメージは出していないが、キルは取れている。無事、いい試合もできたところで、今回の配信はここで終わり。よければ、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価を押す。これいいんじゃないか。というわけで、今後とも、同胞の期待は決して裏切らない。またの配信は絶対にない。だが、チャンネル登録はしてほしい。お疲れ。